いしょ、うん、どうしたこれ、また醤油買ってきたんかよ、あの子また買ってきたんだ、バカだね、また醤油買ってきたんだよね、ダメだな、ありがとうございますね、ありがとう、私がフライパン洗わなくちゃなんじゃない、固まったかい、固まった、フライパン洗いますか、気をつけて、ありがとうございます、あピカちゃんナイスって、ありがとう、来たかなって、ありがとうね、うん、ありがとう、フライパン洗わなくちゃでしょね、ありがとうね、参ったね、疲れたよ、これあれなんで、お湯のがいいぜ、フライパン、フライパンお湯のがいいぜ、油がすごいもんね、油がすごいもんね、フライパンは油がすごいよ、ね、おいしそうね、フライパンはね、油がすごいからね、お湯が出ないわ、時間かかるかしら、よいしょ、よいしょ、ありがとうございますね、フライパン洗わないとね、何もできないね、ラードがね、固まっちゃってんのよ、大変よ、ラードじゃなきゃいいけどさ、ラードの油ってね、すごいよね、ラードさん、これなんか袋入れた方がいいって言ってくれたよね、固まってんのね、うん、さっきピアちゃんがね、ピアちゃんが教えてくれたよね、ありがとう、うん、ありがとうね、うん、ラードがね固まっちゃってんのよ、だからさ、うん、これね取らないとね、うん、どうしようもないね、困ったね、うん、これ洗わなくちゃできないもんね、うん、危ないね、うん、これなんで拭いたらいいん、うん、ペーパーで拭くんだめな、うん、なんかで取るって言ってたよな、うん、どうしたらいいの、うん、どうしたらいいんだろう、ペーパーで拭いてさ、危ないからさ、こういうのに入れればいいんじゃない、ね、危ないもんね、火がついたらさ、火がついたら危ないよね、こういうのね、火がついたら危ないでしょね、こういうのね、困るね、何する、ちょっと待って、こういうんで拭けばいいんじゃない、こういうんでね、こういうんで拭けばいいんじゃない、
ね。まあね、おむつか、大音だってね、うん、油っとこうしてペーカーで拭くと、よいよって、ありがとう。溶かして、溶かさなくって粉が拭いてんじゃない？これ、やってみるよ。あれ、本当だ。すげえね。ラードってすごいね。あら、おならが出ちゃって。すごいね。ピカー、何？カピカピー、ぬるぬるってね。そうよ。カチカチやんだ。どうしようもないわ。あ、こういうのよじゃねえな。聞こえたーって。何？おならが。ありがとう。じゃねえな。ラードなんて買わない方がいいね。もらわない方がいいよ、あんた。これでよいじゃないわ。拭くのがね、どうしようもないわよ。ね。これケンタッキーでもらったやつよ。こういうんでしょうがないやるんだよね。危ないね、でもこれね。火がついたら危ないで、こういうのは。どうしようもないよ。火がつくとね、どうしたらいいんだろう。これカチカチだからさ、落とせばいいんで、こうやって。すげえな、すげえよ、ああすげえな、すごい、すごいよ、ねえ、ああすごいね、参ったな、参るなこれは、少し参るな、ああすごいね。ガチャガチャーってね、危ないと、あ、油がちょっと温めないとって、そうだね、あのカスをさ、カスを先取って油温めるかね、カスがいっぱいあるのよ。すごいよ、ほら、やばいねってね、ペーパーでねって、そうね、すごいね、いやーすごいね、これはすごいね、これさ、火のそばへやったら危ねえよね、火がつくからね、捨てるもね、これ捨てるも大変よ、火がつくと危ないよ、ね、すごいね。ラードなんかさ、厄介だな、ラードはね、ラードは良くないわよね、普通の油と違うからさ、すごいねすごいよ、すごい、普通の油と違うじゃんね、どうしようもないね、参ったな、危ねえ、危ねえよ、手離すとさ危ないから、ふっくらがいるからね、危ない、まだ固まってるよこの辺、火が出ちゃって、力入れると火が出る
まっちゃってんだよね。よし、これでいいか。すごいな、ベトベトだよ。こんなラードなんつもらねえほうがいいね。ねえ、へのー、つっぱり、なに、へのつっぱりはいらんですよってね。だから力入れるから、おなら出るだんべよ。力入れたらおなら出るよ。どうしようないやんた。立ってられない人間がやってるんだからさ、おなら出るわよ。しょうがないでしょ、ね。うん、手がすげえな、ベトベトだよ、参ったな、よいしょ。あーすげえな、ギタギタだ、ギタギタ、ギタギタだよね。ありがとう、すごいね、ウリコさん、ヨセさん、あ、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうね、プリコさん、こんばんは。ね、困ったね。こうなると大変ね、なんでもね。よいしょ。しょうがねえから。危ねえ、危ねえよ。ぶっついたら危ねえ。ふっくるがいるからね、私は。足がガクガクだからね。参っちゃうね。さっき持ち上がなきゃ方が良かったんか。持ち上げたからこうなったのかな。ダメだね、ラードなんつうのはね。ガードなんかもらわねえほうがいいよ、あんた。普通の油だったら大丈夫なのにさ、これはちょっときついで。すごいね。ああ、これは怖い。もうすぐ500、ナイスだって。ありがとうね。ほんと、ありがとう。そうなの？ありがたいね。こんなことやってるんで増えてるの。嬉しいね。こんなことだけで増えてるって。いいね。ありがとうね、皆さん。カレーもね、残ってるからやんなくちゃだよ。鍋ね、どうしよう。どうしようもないだろ。もういいかさ、こんだけ落とせばいい。いいかね、いいかね、うん、もういい。のんちゃん、今日も片付けお疲れ様、ナイスポチってありがとう。まささん、 KP10 個、ありがとうございます。しばちゃん、フライパンの掃除ですね。そうなんですよ、もうね、あのラードだから油がすごいですね。うん、ギタギタです、うん、ありがとうね、ありがとう、うん、じゃあこれ洗ってさ、あとあれもやるか、ついでにね、これ洗っちゃう、うん、まちょこちゃん、こびりつき、かへないね、気をつけてねって、ありがとう、うん、こちら KP10 個、ありがとう、まちょこちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、うん、カレーもやっちゃう、うん、カレーね、困ったね、参ったな、うん、一つずつやった方がいいか、こっちやってね、カレーもすごいよ、ありがとう、これ洗っちゃう、じゃあこれでね、一応ね、うん、参ったね、うん、ありがとう、ありがとう、あ、面倒くさいね、作業は、ヨセさん、
任せてってね。そうね、ありがとう。こちら風船、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございますね。どうしようもないよ、これじゃあね。ありがとう。ほんと。ありがとうございますね。どうしようもないよ。くさげえな、これ。ちょっとね、ちょっときついね、私のね。しょうがないよ。ありがとうございますね。お湯がね、なくちゃダメだね。お湯はね。これはきついな。お湯にならへんね、まだ。何やってんの、おじ。うわー、お湯なんで、なんで。まだなんで。あ、なってきた、なってきたよ。恐ろしいな、これ。これは恐ろしい。これは恐ろしいや。よいしょ、よいしょ、よいしょ、すごいよ、ギタギタよ、ギタギタよ、すごいね。さあ、ラードなんてさ、もらわなきゃいいんだよね。ねえ、ラードなんてさ、手がギタギタだよ。なに？そうそう、作る。そうそう、今フライパン洗ってんだよ。ギタギタだよ。そろそろ作るだと。まったくいいとこ出てくるわね。ムカつくわね。そろそろ作るだってムカつくわよね。あー思てよいしょ。誰が兵士ったの？誰が兵士ったの？あーすごいね、ギタギタね。どうしようもないね。私の手がギタギタ。いいけどね、もうね。ギタギタになればあれだよね。あの赤切れも切れねえでしょ。ね。ギタギタなら。赤切れ切れなくていいんじゃない？かえってね。よし、こじか。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。洗えたわよ。ありがとう。ピンピカリンよ。できねえな、困った。しんごさん、ちょっと来てよ。ほら持てないから、あ、来てよ。置けねえんだよ。ちょっと早く来てよ。置けねえんだよこれ。すごいから、ギタギタで。でも洗った。洗ってよ。あとは向こう洗うんだよ。今日じゃ、後でいいか。カレーは、え、カレーは後でいい。後いないですか。あれもやんなくちゃだからさ。まあ、あとでいいっすよ。ギタギタ、まあ、最後僕洗ってあげますよ。何が？カレーの鍋。ダメだよ。あ、これ取んなくちゃだから。ふふふふふふふ。カイコロ取らないとダメだよ。入ってるんだからまだ。すごい汚いよここ。だから買ってこうって言うんだよ。キッチン泡入った。それはね、あれ違うの買ってきたんだよ、バカだから。お風呂のカビなんだ。お風呂のカビなんか私できないよね、体悪いんだからさ。どうでしょう、私にできるわけねえじゃん、お風呂の掃除なんて。ダメだよね。あとはあれなんだよ。あります。またバター使うんじゃ、またギタギタなんじゃないの。まあまあまあ、それはしょうがないです。しょうがないじゃねえよ、あんた。そんなこと言ったらフライパン使えないじゃないですか。片付けが無理を言わないでください。普通のあれじゃダメなの。普通の油じゃ。いや、ダメです。ほら、ここ掃除しようと思ったあんた、お風呂の変えてきて、これ言えば変えてくれるから。いや、とりあえずどいてくんない一回。どくけどさ、今待ってよ。もうくたくただよ、あんた。もう嫌になっちゃったな。あ、ちょっとほら、いや、やりますか。やりますかじゃねえよ、切らなくちゃでしょ。いや、切りますけど、じゃあ切ってください。俺ハサミで切るよ、もう大事だから。いいんじゃない、ハサミでもいいんじゃないですか。もうくたくただよ。本当にもう嫌になっちゃうね、大事で。人にベイさせるんだもん。じゃあとりあえずそれでいいんじゃない。バター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 。風呂場ね、たぬきさん、たぬきの葉っぱさん、青リンク毒リンゴプレゼントって、ありがとうございます。ありがとうね、毒リンゴありがとう。もう疲れたからさ、手がブルブル震えてるのよね。震えちゃうよね、これじゃ。もうダメだわ、大事で。なんかね、キノコもくせえわ、なんか。あ、これ、あ、切ってあるよ。大丈夫。切ってあります？うん、硬いとこ。あと、できればこう、ほら、バッテンに切った方が味染み込みやすそうですけどね。そんなことやだよ、私。その椎茸の、その、なんていうの、その傘の。いいよ。あ、そう。疲れるからやだよ、もう。ハサミでバッテンに切っちゃえば。そんな切れないでしょ。あるあるじゃないですか、バッテンに切る。そっちの方が味がこう染み込みそうなイメージ。それはわかるけどさ。これ石塚つは切ってあるな。いつも切ってねえけど、これ切っとてあるんかさ。
これ裂くといいんだよな、まあ、これこれコーニー裂くといいんじゃない、コーニーコーニー、まあまあ適当にいいっすよ。あいつも監督だいね、ムカつくんね。いやじゃあ俺ハサミで、ハサミじゃなくてあの包丁で切りましょうか。そうじゃなく、これをこうに裂くんだよ。さすがにそれぐらいだったら僕切れるんで、あの包丁で。いいよ、包丁はなんか用意じゃねえからね。もう勘弁してくれよ、もう。ハサミとかもさ、切ってるハサミであんま切るの良くないですよ、食材を切る。そんなこといちいち言うんじゃねえよ、遊んで歩いてるくせに。てめえは何もしねえでよ。ねえ、そうだよね。ムカつくよね、な口ベータ下で。やることはやりゃいいね。結局はヤオコで何買ってきたん、あんた。いやだからその椎茸とバターと醤油だけ。これ椎茸こないだのじゃないの？この間の具材1個足んないかなと思って、もう1個買ってきた。2個なかった？2個あるし。おつまみ的なものなんで、そのパクパク食っちゃいますから、2パックぐらいやっとけばと思って。でご飯とか一緒に食うようなあれじゃないんで。人の飯なんか何も買ってきやへんねんな。いや、売ってなかったっすか。お好み焼きなかったらいらないとか言ってなかったっけ。ほら食ってねえよ、餅食ったんだよ。だって売ってないのがしょうがないじゃないですか。じゃあ他のも買ってほしかった。欲しかった。やっぱね、その半額の時間に行くとも結構売り切れてますよ、いろんなものが。やっぱり売り切れたものが半額になるわけで、まあ当たり前ですけど、基本的にあんまり売ってないです。あーだめだ。明日あれか。おい、ガチャガチャすんなよ。そっちは跳ねかさないでね、向こうに。いつも言うけど置いてあるんだから、いろいろどかして拭くのは容易じゃないんだよ、私。少しは神経使って生きてよ、生きてるのに。あんた神経使わないでしょ、全然。だらしねえ人間だから、じじいと同じで。おめえレシート、庭のレシートとあれしまったか、ゴミをしまっつったよな。ホイスっていうのはやんねつことだよ、いつも。いつもとぼけんだから。あ、どんどん県民で払えよ、もう払ってやんねえから、うん、もう渡したんだから、みんな使っちゃうんだから、うん。私県民であんたにやったよね。多いっす。もう次は来てるから、まとまれば大変だからね。まとまれば。あなたのことは自分でやってくんない。私はもうこの家を一人で守ってんだから、誰にも守ってもらってねえから、全部私だから。石油も入れたよね。1万400円だったよね。信号しそうで入ってんだよね、石油ね。私入ってないかんね、悪いけど。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もう一個来たの、もう一個。両方やりました。やりました。よし、じゃあやりますか。やりました。あとこれカレーをこの中に。火山とか本当切った方がいいんだけどね。多分味も染み込むと思うし、見た目もあれだと思うし。何をやるん？その傘のとこにこうバッテンの切れ目が入ってるじゃないですか。ほら、なんか例えば、いや、起こせばうるさい。ずうずうしいね。でも、マツタケみたいな気がしてね、これ。あ、起こせしょうがねえ。はい、どうぞ、吉井さん。ムカつくんな、このクソガキよ。けどやろうがよ、な。もったいねえよね、これ切っちゃっちゃね。
いや、別にそういうのやった方がこう味とか染み込みやすいんですよ、ちょっと。これやりづれレシピやれば私できねえやん、昔やったけど。あ、そう、うん、あとやれば、昔やったけど今できねえこれ。まあいいんですよ、それで。いいじゃないですか。できないよ、昔やったけど。いやいやいや、形なんかも適当でいいですよ。いや、ガチャガチャしねえでよ、人がやってんのに。ガチャガチャでやめてください、そんなに。自分の飲み物だけやって、いつも監督だいな、そうやって来ちゃう。ほんで、片付けも全部私でよ。これやろう、クソガキが。両手やろう。もったいねえな、こういう格好つけちゃうな。だってそぐわけでしょ、これ。キノコそいだらもったいないんじゃないの。まあいいね、適当です。使えんな、立ってるんだよ。もうやったんじゃないの、全部やったかさ、分かんなくなっちゃった。大体です、大体。こんなそいだらもったいねえよな。いいんじゃない、これで。いいじゃないですか。あ、いいじゃないですか。このぐらいできるよ、ほら、民宿でやったもの。鍋にキノコ入れてよ。これでいいんだよね、ほらね。ね、できたでしょ。民宿でね、やったのよ。ありがとう。あ、みーちゃん、おばあちゃん、手伝いあげてやろうねって、ありがとう。みーちゃん、ありがとうね。こんな簡単だよね。簡単ね。慎吾さんできねえと思うね。やらしてみる、面白いから、はあ、やらしてみる、この人に、はあ、この人にやらしてみる、どうにできるか。できないと思うよ、ほらね。慎吾さんやらしてみる、一つ。割とこの人ね、不器用だから。割とって言うか、割とでもない、全然意外性ないですよ。全然順当っすよ。あ、だってね、すき焼きのあのネギの切り方、笑ったよね。笑うだよね。笑うってな。笑う。ありがとうございますね、慎吾さん、やってみてって。そうだよね、試しにやらせる、やらせるか、
面白いから。シゴやってみて。やってみて。シゴの分取っとくよ。やる？やる？いや、いいよ。いいよじゃねえ、できねえんだよ。わかる。できるわけねえ。口だけだから、なんでも。なんでも口だけな。はい、できましたよ。できました。細かい入ってるからね、全部。はい、どうぞ。あげ。やりますか。まあ超簡単なもんです。こんなん誰が作ったって美味しいやつです。あとつまみ的なやつなんで、料理といっても細かい入ってるからね、みんな中に。分かった、じゃあそれも全部やっちゃいましょう。はい、バターえらい入れすぎないでね。あらんがよいじゃねえか。それは不可能な願いだ。ああ疲れた。ここにバターを。はい、まだあるよ、ほら。なんでバター買ってくの。あるで、あんた。うんと、なんでバター買ってくの。ほら、これ一個一個ね、一個一個こういう風に分かれてて、あるって言うんだよ。すごいやりやすいっていう。なんであるバター買ってくんの。バカだよね。だから金づかあれんだよ。だから借金だらけだ。わかる？ね、バターいっぱいありますよ。うちあるぐらい。また買ってきたんだよ、バカだ。ここに金塚荒いから県民で払わねえで使っちゃうんだよ。もう助けないからね、一切。よいしょ。自分の頭で考えてる。もうはまねえから。もうあんた助けないからね、悪いけど。自分の頭で考えて。県民税来てるから。最低だよ。よいしょ。バターなんていっぱいあってさ、困るぐらいあるで。すごいだよ。わかるよね。3つぐらい入れちゃうかな。そんな入れない方がいいよ。いや結構バターたっぷりの方が美味しいんで。洗うが良いじゃないからやめてよ。洗うが良いじゃないこと考えたら料理なんかできないですよ。じゃああんたが洗えば、今度今日俺が洗ったからすごかったから、もう嫌だよ私。みんな拭いてからやったんだから。そこ入れないで、危ないから。危なくない。危ないよ。バターの剥いたん危ないから。危なくないでしょ。危ないよ。危ないと意味が分かんない。火が落ちたら。いや。あんたダメだ。私そういうとこ入れないから、絶対。危ないもんは。神経質だから、何やっても。こうなればこうなるって何でも目に、私分かるから。こんなクソ野郎と違うから。けど、じじいで。おい、エラ入れないでね、大変だから洗うの。はい、ここにバターにクズがバターを敷いて、ここにはい、これ炒まってからやった方がよかったな。椎茸入れちゃいます。椎茸入れちゃいました。クズだよ、こんな傘の部分だけじゃないか、このね、茎の部分もね。世の中は適任やな。でも冗談じゃなくて、これ取り替えてきてね。はい。知ってるよね。何が？取り替えるの。何を？お風呂のじゃなくって、これ取り替えてくれるから行けば。いやもう無理ですよ。買ってから何日も経つし。大丈夫だよ。大丈夫だよ。なんでここに落とすの？これちょっと、ちなみにね、クーリングオフ制度って実店舗ではないからね。それってあくまで交換していくんやって、そのお店の、あのあれ困るで、あんなもんあったって使わないから。お金打ち上げると同じだから。クーリングオフってのはね、通販のみなんですよ。そんなことない。いや、取り替えてくれる。それはだから、そのお店が頼まれたけど間違ったって言えば、法的にね、まあ、そんな関係ない。強制じゃないんです。関係ない。お店が関係ない。応じてくれれば、それは独自のそのお店のね、嘘、返品判断でやってくれるだけ。法的には全く。そんなこといいの。恥ずかしいってね言うけど、あんたもっと恥ずかしいこといっぱいやってるよね。県民税払わなかったり。そうだよね。
自動車で離れなかったり、あんたもっと恥ずかしいこといっぱいやってるよね。口が違うであんた。悪いけど。よく、なんでそんなでかい橋使うん、そのぐらいなことで。そうでしょ、普通の橋で十分でしょ、ここにあるんで。バカだよね、片付けない人間ってこうだよね。もうあんたと口も利きたくねえな、私。悪いけど、このクズ、クズだからね、この野郎。人間のクズだよ、何にもできねえんだよ、バカで。毎日毎日日曜なんだからね、てめえの部屋片付けよ、少しは。椎茸切れてるやつと切れてないやつが、切ってないやつとかあるんですけど、傘のところは切ってないやつとかあるんですけど、適当な仕事してるからこうなるんですよ、Jさん。どっちがち、あんたに仕事してねえで。切ってないやつ2個ありますよ、切ってないやつが。じゃあカレー片付けるよ、あんた。頭使ってカレー片付けるよ、あんたできるんかい。予定やろうが、クズだよ。なんだよ、ほんとクズだからね、何もできねえんだから、クズ野郎で。何やってんの、メタ入れないでよ、バターを。ちょっとなんかそれ貸してくんない、ゴミで。バターしてたらちょっと足んないかな。ゴミで貸してくんないそれ。そのゴミで貸してくんない。バターは多い方が美味しい。もう、いや、だから危ねえよ。危なくない。危ないよ、これ、バターは。火がつけば。危なくない。貸して、ゴミ箱、その。まったく何もわかんないな、このクズ。おいら、おめえ、跳ねかさないでね。タイルうんと跳ねてんだから、イレイレしてんだからよ。関係ねえよ、てめえのクソ強いような匂いで。よってやる。二重顎でよ、あ、いい顔してるで、あんた。ヘドが出るようなバカがよ、ヘドっぱきが出るようなクソガキで、あんた。よとやるので、あら、いい匂いする。どうしようもねえよ、こんなバカ。何様だよ、おめえ、クズがよ。あら、いい匂い。何が、お前なんか人間じゃねえ。おい、ガチャガチャすんなよ。ムカつくんだよ、この野郎が。あの、お勝手に言うとクズだから、だらしねえ野郎だよ。ケミで払えよ、おめえ。どんどん割られたわ、人に。自動車でも2回払してる。首の部分はもう火が通ってる気がするんで関係ねえ。だからでっかい皿、でかい皿嫌だよ。じゃあどうすんの。これでいいんだよ。まあ、だって重なってないんだよ。じゃあどうすんの、早く。これでいいんじゃない、これで、はい、やだよ、汚すから。もうやだよ、その皿洗うわ。もういいよ、もういいから。私もうやだよ、お金使っちゃ。大嫌いなでかい皿。もうこれ掘り投げと、こんなかい。ダメダメ、やるよ。もう向こう行ってくれよ、もういいから。茎の部分がこう、いなくていいよ、お前は。この茎の部分を救出します。関係ねえよ、クズ。てめえじゃあ、ちとも片付けなかんべ、何も。ちょっと弱火に。タイル拭けよ、タイルを。跳ねてんだから、油が。あんたクズだから、人間の。茎の部分を救出します。あんたなんか人間のクズだよ。てめえが焼かれろ、この上で。この野郎。てめえなんか焼いてちょうどいいわ、鉄板の上で。骨側は10秒やりきったから。関係ねえよ。関係ねえよ、クズが。骨側はそれをね、毎日毎日ね、遊んでてね、うちをね、散らかしやがってよ。毎日が日曜でな、うちを散らかしてるクズだんべ。お前なんか人間のクズだよ。わかるかい？てめえのクズがわかんねんか。よく恥ずかしくねえな、人間としてな。よとやろうが。早くいなくなれ。人間として恥ずかしいの、よせさんもですから。よとやろう。私、人に金の迷惑なんかかけねえから、ベタ一。あんたに親に迷惑のかけ出しだんべ。なあ、そうだよな。人の生活費を35万取ったよな。郵便局のな、こないだ下ろしたよな。すごいよな。あれはネットやった金じゃねえから。すごいよ。あ、どうしようこれ。すごいよ。生活の金35万取られましたよ、昨日だっけ。か細かい茎みたいなのがいっぱいありすぎて。35万平気で取るんだから、親の生活費を。すごいよな。年金も取られたよな。
生活費がなくなったら年金から持ってくるのにそれも使ってるよな。茎みたいなのがいっぱいありすぎて人間としてな全部吸収するのが難しい。ずるずるしいよな親子みたいなお前なんか人間じゃねえよ。ストレス溜まってしょうがねえよ。こんなバカガキ抱えて庭は庭でな自動車が汚ねえからな乗り降りするときレシートいっぱい散らかってんだよ。こんなバカいねえぞ庭まで。ほんとクズだからね。弱火にしたつもりが関係ねえよ。ガチャガチャしねえでくれる気がつから ここじゃねえ向こうへ置くんだよ。ムカつくな。こっちは片付けてんだよ。邪魔じゃねえよクズがよ。何の頭もね よく恥ずかしくねえよ人間としてやることができねえよとやろうは。あの部屋なんだよ毎日が日曜日で部屋も片付けらんねえクズだんべ大胆に置いてね資源ゴミとかああいうの見てね資源ゴミね資源ゴミ出す時になったらね前の日にねあれ段ボール畳んでねちゃんとね紐で縛ってどんなもんなんだろうな紐で縛って出すのが普通だんべ。火の通しかけ何もできねえべおめえは。資源ゴミいつ出すか分かんねえやな可燃ゴミも分かんねえやな親が言わなきゃどうなるんこのうち。恐ろしいよ30いくつでこんなもんか。やついねえから35でこんなやつはいねえよ。38で笑うわ。だからダメ班長もできねえんだよバカで。人ができることができねえやつは人間のクズだよ。そうなんだよ班長もできねえよとやるんだよ38になって恥ずかしいよね。人間がやることは普通一通りできるけどね努力すれば何でも。私はそう思うけど人間ね自分でね人がやることは努力すれば何でもできるよ。私はできるから無理ですお前みたいな。じゃあお前努力して大谷翔平になってください。あんなもん綺麗だよ。ほら大谷翔平なんて関係ねえよ。俺はお前のが嫌いです。大谷翔平が何なん何なんちょっと何食ってみるか火の通り具合で。関係ねえよガチャガチャするなっつんだよ。ちょっと醤油をがつくからよ。もうちょっと醤油を垂らして傷は治んねんだよ分かるかい。あんたここ傷だらけだかんね。風呂こういうとこが髪の毛とも思ったら違うんだよ。お皿引きずるから傷がすごいんだよ、うん、この私一人でやれば綺麗だから私一人でやれば綺麗だからもういなくっていいよ。うち出てけよいい加減で。役場言うかな。もう嫌だからこんなクズ抱えて人が腹も腹ねで平気でいるズーズーしやろなんだから人間としてのことが何もできないんだから。ちょっと火通しすぎたぐらいバカガキ早くいなくなるこのやつ。もうちょい弾力しっかりしてたからうまかった。まあまあ全然食えるけどお前みたいなクズはいねえわ人間としてあの部屋見てわかるだんだよ普通の人間じゃねえよ。庭まで散らかしてよ普通の頭持ってねえよこのバーカ。よたやろ。はい超手抜き料理、ね、まあ料理ってかもうおつまみみたいなもんクズが呆れるわよたやろうで。なんでてめえいつまでもうちにいるんじゃねえよ早くに一人で散らろこのバカ。いや余ったバターちょっとかけちゃうみたいな。よせよこんなことそれそのままでいいかんね。私持ち歩いてくるから持ち歩いてくるからよそのままにしといて悪いけど。はいやなこれいやな、なんで私が洗うん。じゃあいいよどいて。あんたが使ったんじゃねえん、うん、料理によってでしょ、はい、長い箸使うんはバカじゃん。バカだよね頭がねえ。ここに醤油をちょっとバカじゃんこのガキ、まあ、食べる時につけた方が美味しそうな気がするけど、ね、一気にかけちゃうより。バターなんかいっぱいあるのにまた買ってきたんだよよと野郎が。人間のクズだよあんた。人間のクズだよみんな人の金で買うんだよ。はい、はい、できました。あいらないよほら食わない。できましたわくわない。はい完成手抜きの料理。何だ手抜きで何言ってんだよバカ。料理というおつまみに近いですね。バカタレがいなくなれ早く。
お前みたいな具材必要ねえわ私。一般常識的なことができるやつは人間じゃねえか。はい、できました。なあ、自動車でも2回払わせられて、やったら使っちゃうんだよ。ほんでまた請求が来たんだよ。私払ったと思うんですけど。バター椎茸バターで焼いて醤油かけただけ。まあまあまあ、でも普通にシンプルでうまいと思います。うるせえのバカクズだよ。あいつ向こう行け。しなくていいから、クズやろ。しなくていいんだよお前。なんかクズやろ。なんでよこっち来ちゃうよ。しちらかしちゃう。罪からつ次次から次へと罪のないものを殺しやがって、このクズ野郎。お前のクズに決まってみよ。おめえ褒めるやつは一人もいねえわ。何もできねえべ。可燃ごみいつ出すかもわかんねえべ。可燃ごみ、おい汚ねえよな、ワイシャツの袖をおめえ入れんなよそこへ。あほら、いらねえ。あの、いらねえ。あ、ゆれさん。いらねえ。あの、いらねえ。もういい。洗濯は明日まで出しといて。関係ねえ、関係ねえ。出したまで関係ねえ、もう関係ねえ。うん、うまい。よくやろうか。人間のクズだろ。ほら、クズは聞きたくない。うまい。あんたみたいなクズいねえだろ、親子子。まずいわけないからね、こんなのね。あんた親子子だよな、はっきり言って。バターで焼いて醤油だな。もうちょい気持ちしとなってすごいよね。父親が死んでも水一つあげられないよね、命日にね。すごい子だよね。たまげるよ命日にな、勤労感謝の日にな。あんたカードよこした、俺によこした、ま、郵便局のカードよこした。起こしたと思うよ。カードで下ろしたやつよ。まあ、それはいいんだけどな。おい困るからよ、なくしたら。おじさん食べてこれ。まあ。私の生活費やな、下ろしたよな、郵便局の。35万下ろしたってよ、こないだ。うまい。35万下ろしましたよ、皆さん。ネットやった金じゃないですからね、私のお金は。うまい。あれやったんだから、私ね。うまいぞ、これ。35万はね、私がね。やっぱ、あれだよ。2袋やって正解だな、これ1個だったらすぐ食べちゃう。35万はね、私あれやってるから、投資信託。間入ってくるやつ。なんかご飯を、お供に食う感じでもあんまないし、別に食おうとも食えるマルサに3つやこれだけとかになるとずうずしいよな。やっぱ1パックじゃすぐ終わっちゃいますね。あんたずうずしいよな、親のな。ほんでお風呂入れても自分じゃね請求も見ないんだよ。おじいが見てきて空だって言って請求が頼んでね。1万400円。まあどっちかちょっとつまみっぽいですけどね。関係ねえよ吉井さん。関係ねえ。あんたは食べになってないから、うちの悪いけど。なんかメインのもん食ってないと、お腹空いてるんでしたっけ。じゃ こんなのペロッと食っちゃいますよ、多分。ちょっと重いですけどね、バターで炒めてるから。メインのもの食べてないとお腹空いてると思うので。でも お好み焼きだってなかったんですもん、売ってなかったんで。だったら今からコンビニ行ってお弁当でも買ってこようか。弁当なんか食いたくないよ。あ、そう。いや、これただのおかずですよ、こんなの。関係ねえ。メインのご飯ではないんで。どいてくんない。おかずっていうか、つまみみたいなもんなんで。あんた大嫌いだから、私ムカつく。だけど、まずいわけがないからね、これね。正直、こんなの誰が作ったってまずいわけがないんで。ここ傷つけないでね、これを。あんたはどう傷つこうか関係ねえけど。あんたなんか傷ついても関係ねえけどよ。ここ傷つけないでね。あんたに使われると油だらけになるから。あそこ拭いてくんない?悪いけど。何を?タイル。すごい油だから、そこが。俺ずっと考えてんだよ。まあ、そりゃいいんですけど。よかねえよ。なんなん?てめえの部屋電気つけっぱれかい。こっち来てて
節約っつうのわかんねえかい、少しは。おいっす。一銭も金よこさねえで。おいっす。なんでか。とりあえずさ、人のうめえ生活費を35万も下ろしやがって、この間。郵便局下ろしたよな、私の生活費を。食べましょう、冷めちゃうと。関係ねえよ。金返せよ、どんどん。金返せよ。金返せ。金返せ。な。ミラノのおばさん言ったんべ。よしえの金使ったら承知しねえぞって。のりこの旦那も言ったよな。おめえの母ちゃんは偉いとこは、人の金は当てにしなかったって。褒められた。褒められたよ。褒められたよ。俺の悪いところばっかり。褒められたよ。わ、人のお金当てにしないから。私人に金貸してくれとか言ったこと一回もない。大体だってね、金がねえやつがね、借りればね、あのね、金がねえやつが人にね、金借りればね、ただ貸してくんねえんだよ。だから金がめったなくなるんだよ。バカじゃねえの。食べましょう。私は分割で物を買ったことないよ。余分に金払いたくねえから。いつも現金だよ、何でも。どうでしょう、余分な金なんか払いたくねえよ。払うもんはきちんと払ってるよ。払わなきゃよ、あれだから、払あのき、あれがつくから、余分に払わなくちゃ。だから金がねえやつはめった金がなくなんだよ。あ、その場しのぎでな、何でもな使ってよ。これで金がねえやつはいつも金がねえ、これでいつも金に追われて生きてる。バカじゃない。そんなバカいねえやな。食べました。そんなバカいねえよ。悪いけんだよ。ああ、嫌だよな、こんなガキ。なんなん、こんなもん。俺にやらしたんじゃねえ、全部。てめえ開いただけなんだよね。いや、そうだよ。なんだよ。そんなこと言ったら、岩瀬さん切っただけじゃないですか。じゃあ、あんたいつも焼いてね、自分は飲み物飲んで、ここで。いつもそうだよね。腹が立つよ。お金出してー。こんな料理中料理じゃないレベル、こんな、切って焼いただけっすよ。吉田さん切っただけ、俺焼いただけなんで、そんな別に肯定的にそこまで大変なわけでもないですよ、両方とも。ねえ、自分はさ、楽してさ、毎日毎日遊んでてさ、そんな、これはないよね。そんなめちゃくちゃな量売ってもないしね、切るの、うん、ねえ、自分は毎日楽だよ、毎日日曜だよ。ねえ、寝てだけ寝てね、飲み物はジャカ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 買ってきてさ、これはないんじゃない、親にして。よせさん、支払いしてあげるから、いくらでもお金があると思ってるよって。ちょっとよせさん、そんなことはいいから。嘘。私、ちゃんと説明してるよ。いいかも、だるいな。ね。うん、はい。なんなんこれ。人にみんなやらして。しいたけのバター炒め。フライパンも俺が洗ったんだよ。あんた何した？じゃあ何した？フライパン洗います。これ洗っていいんだよ。じゃあカレーの鍋洗えよ。わかりました。入ってるのをここに寄せて、コインに入れて、まあ、今じゃなくていいでしょ。あ、今でいいよ。いや、私が食ってる間だからやれば。昼間の方が暖かいんで、今寒い、夜冷たい。寒いとかそんな問題じゃねえよ。手がこう、あの、手が凍って死んじゃいます、カジカンで。そんなことねえよな。あのね、人影ってね、あの、尻尾の火がね消えると死んじゃうんですけど、僕もね手がね凍えると死んじゃうんで、人影みたいなもんなんで。そりゃそうじゃん。そうだよね、どうしようもねえだんだよ。嘘だと思う方は、わかる。嘘だと思う人はね、あのポケモン図鑑見てください。人影はね、尻尾の火がね、あの消えちゃう。そんなバカだよ、バカ。ね、こんなもんいねえだ。女装とかスカートってね。西川口だーって、人影ーってな、うるせえな、ガチャガチャすんじゃねえよこのバカ。いや、食べて食べて。キモネコさー、餅は焼かないのかなーって、餅焼けるよここで、うん、これバターだから餅焼けるよ、今度明日食べるよ。さね、箸使えないんだっけ。いいんだよ。あ、箸で食べる。手で食うよ。ここにあるんだよ。マサイ族かお前。ここにあるんだよ。ねえねえ、ここにあるんだよ。手で食ってマサイ族かお前。料理配信必ず起こるってねねちゃん。エイフレッシュ、うわーってね。これで食うのがいいんだよ。私はめったに汚さないよ、いろんなもんね。このクソガキよ。フォーク汚い。これ何食ったんだよ。
あ、餅食ったんだよ餅大丈夫、マサさん大丈夫だよ、これマサさんこれ大丈夫、僕やだなこれ、油の箸を落っことしやがって、このクソガキが中に落っことしたのあなたですけどね、こんなとこ置きゃ落ちるが当たり前なんだよバカ親子揃ってくちゃくちゃってね、いやこれ全体が見えなくなる、場所移動しないで、いいんだよクソガキが、あんな気持ち悪い、あなたは黄色い時ではありませんって何言ってるの、何が綺麗好きじゃない、綺麗好きに決まってみよう、おめえしつっこいよって、うん、食中毒になりますよって、こんな気にしねえよ、しいたけいっぱいだ、食中毒なんてしないよもう、はい、食べます、食べましょ、何なんこのバカ、何なんこんなもん、何これ、あれが立つんだ、バターで炒めてしいたけを醤油かけただけです、まあおつまみ的な関係ねえやん、まあ正直手抜きですけどねうん、どうすか手抜きですけど、これはうまいに決まってないなそりゃそうですね、来ました、おいしい、それはおいしいでしょ、そんなまずい要素ないですよ、誰が作ったってこんなうまいよ、女誰が作ったってうめえなんだよ、そりゃそうでしょなんだよ、あ、行きましょう、いいよ足が痛えから、もうはいドーナツ、いいよドーナツなんかもうくたび出てるから、はい、いや今閲覧500ちょっとあるからやっといて、500なの、なんで500あるんこんなもんで、こんな超簡単なもんだけど、あ、これ作ったことない料理だからじゃないですか、今まで同じの こそりすぎなんですよ、何回あのベーコン、アスパラベーコンとか、ちょっとしょっぺーけどよ、クッキーが、醤油ちょっとあのあれ、あ、しばさんから花火いただきました、しばちゃん、醤油ポンポンポンってやれば取れます、ありがとうね、ありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンズ、ソフトバンク、ソンマスヨシ、あ、江戸600あるじゃないですか、マリアさんからありがとうございます、しばちゃん、花火、花火、ありがとうございます、しばちゃん花火ありがとうございます、ありがとう、まるだかりさん、うん、ハートのメッセージ、ハートのメッセージありがとうございます、ありがとうございます、こちらひかるちゃん、しばちゃん、うん、なんで箸また使うんだよ、あらね野郎が、くず野郎が、うん、もうそんなまずいわけがないから、そんな、あ、何ってこれ漫才って社畜さ漫才よね、ちょっと冷めちゃってるね、もっと暖かい時って、頭悪いよなって、そうだよな、弥生ちゃん椎茸美味しいよってね、もう一口食べましょう、パンパンさん、ヨセさんナイスしたよ、やだよ、いい、あんたに褒めてもらいたくね、悪いけどいい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 い、もういい、悪いけど自分で食うからいい、食べて食べて、あなたに褒めてもらいたくない、食べて、私はこの子に褒めてもらいたくない、じゃあ食べて食べて、うわーじゃあ食べて食べて、しつこいよって、ありがとうね、ありがとう、しつこいよね、クズだよ、あの胸褒めてもらえば、うまいもんもまずくなるわ、椎茸のディナーのお時間です、あ、悪いけどさ、あの胸にね、褒めてもらえば、うまいもんも まずくなるよ、椎茸をなんか、フォークで食べるなんてさ、関係ない、シャレオツですね、わらーうーってね、ヨンちゃん、わらーうーってね、やべえちゃん、わあやうんね、慎吾さん女装とスカートがね、趣味だ、どうですかお味の方は、うまいに決まってるよ今日さ、おいせー、誰が作ったってうまいよ、これ、そりゃそうでしょ、おなてできるよ、お姉さんが作ってもこれはさすがにうまいと思います、わあやう、まあ火の通し加減とかは若干あると思うけどね、ないですね、こんなバカがね、大体みんなが好きなの大体同じぐらいの味、美味しいってねねちゃん、さあということで539人の皆様、528かな今、さあナイス今いくつですか、514ナイスからです、吉田さん、はいスタート、ありがとうございますやっときましょう、美味しい時は、ありがとうね、ありがとう皆さん、ありがとう、はいはい、あナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、消費税、消費税、消費税、ミスタードーナ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナ、はい、ナイスが増えるぞ、爆上げ、
はい、サンタミキサーです。はい、ナイスラグエルだ。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 ミスタードーナツ。はい、ナイスラグエルだ。ミスタードーナツ。はい、どうした？ナイスラグエルだ。ミスタードーナツ。バカだからさ。炭酸のバーってしたのバカだんべ、ナイスが増えるぞ。531、はい、ナイスが増えるぞ。30ぐらい増えたかな。おーミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞ。おーミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞ。おーミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞ。おーミスタードーナツ、はい、ナイスがウェールだ。ということで、もじゃないですか。ということで、押してくれてありがとうございました。はい。と30ぐらいしか見えないです。ありがとうございます。ありがとう。くたびれたよ、おめえ。大ごとだよ、もう。なあ、差し押さえの意味が分かってますかってね。仲のいい親子だってね。仲悪いよ。合わせてるだけだよ。大ごとだよ、ドーナツですね。って、マサさん。ありがとう。エイクミンちゃん、ナイスポチって、ありがとうございます。ふわふわさん、535ナイス。ねねちゃん、大ごとだーってね。開けたー、メガホン急行、ありがとうございます。ゆうきちゃん、ナイスって、ありがとうございます。ひろちゃん、ここまで来ると、ひとため、万能ですねって、そう。永田さん、大ごとだーって、ね。戦後女性のスカート趣味だってね、口の開き方に気をつけろやってな。おねしゃっさん、何動かないのかなってね。ね、もう行っちゃったんべ。みーちゃん、メガホンご報告ありがとう。ラッキーさん、笑うってね、もう行っちゃったんべ。逃げたんべ。なあ、こういうやつ、わかる？いつも逃げるんだよ、ここにね、途中でね。もうダメだよ、こういうバカは。投資家をさ、しいたけの横に何かある。え、ね、こちら、ヒロさん、ヨシエさん担当。ヨシエだーって、片付け担当ってね。さくらちゃん、みっちゃんさん、千万もとかしたんですか。え何、うん、あ、しんごさん、何何、うん、りょうちゃん、メガホン5個、ありがとうございます。ありがとうございます。なんなん、この人、信号は助走して。なんなの、これ。なんなん、この人。なんなん、この人。顔見たくねえよ、こんなやつ。こんなの顔見たくねえよ。江戸が出るわ。こんなクソガキ。顔見たくね、悪いけどよ、こんなヨタロの顔見たくもね、ヘドが出るわ。ウルチンさん、メガホン格好ありがとうございます。ありがとう。よしさん、食欲あるのはいいことだ。ウルネスさんさん、こちらメガホン10個ありがとう。ナナシのふわっちくん、アドクリンゴありがとう。自分の息子ですよ、笑うってマサさん。りょうちゃん、いいねをプレゼントしたって、ありがとうございます。ゴミアイテムって、うん。さわやかちゃん、チンゴアンチ、四天王の一人、野菜だろうねってね。ありがとうね、さわやかちゃんだ。野菜、うん、野菜だろうねって。うん、シンゴは女装、スカート、意味、ゴミアイテム、よく飛びますね。笑うってね、なんだか意味がわかんねえやん。ありがとうね、クソガキ。4253、こんばんは、じゃけんって、ありがとうね。こちら、あれ、ブロックできないやって。ねねちゃん、ゴミ、何、皆さん、アイテムナイス。さくらちゃん、ありがとう。いちごミルクさん、アンチはやめて。パンパンさん、本当失礼。ゴミアイテムってね。そうだよね。藤井さん、信号県民税、自動車税、払いってね。
自動車で払ったよ2回私が2回払ったよ。払ってきてやったらね、使っちゃったんだよね。また来た、うん、あれうちの子払わなかったですかって聞いた。そしたらね、うん、用紙が来たんだよ、うん、ね、秘密のプラセンターさんアンチ出て行けってありがとうございます。こちら、うん、なんだっけ、ね、ね、カフェ、ありがとう、カフェドリンクありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう。ああ、純ちゃん、慎吾どこ行った、もう逃げたよ、逃げた。あ、ねねちゃん、カフェドリンクだって、ありがとうございます。さくらちゃん、秘密様、ドリンクナイスでございますってね。パンパンちゃん、アイテム、パチパチってね。お姉さんさん、自動車での使い込み、やだねってね。そう、一回渡したんだよ。おじさんまた来たんだよね。だから電話した。あれ払ってないでしょうかってね。そうだよ。ね。やだね。金遣いやらくてね。まあ、払うも払ってから使えよって言いてえな。そうだよね。平家さん、皆さんアイテムでございます。ってありがとうございます。ベイビーブルー監視中だーって。カオスポッチン、ザクさん。リンゴさん、夜ご飯食べましたか。あの子はね、外食してきたよ。わかるよ、うん。外食、絶対外食してる。ね。ね、ああいうやつだよ。自分さえ良きゃいいつ子供だよ。わかる。ね。自分さえ良きゃいいんだよ。ね。罰当たるから、今。平気だよ、うん。ありがとう。ありがとうね。そうでしょ。罰当たるよ。ね。あんな男、あんなガキいねえど、38で。ね、可燃ゴミいつ出すかわかんない。ね、普通だったらね、先いたってね、私がこんなんだから、段ボールどんどん畳んでね、暦カレンダー見てさ、資源ゴミ出す日があったらさ、前の日に畳んでね、出すで、普通。ね、何にもしないからね。すごいよ。ありがとう。あ、本当に、うん、こちら、マグちゃん、メグちゃん、こんばんはって、お疲れ様、ナイスって、ありがとうございます。ありがとう。前田かりさん、今日は特に逃がし早いなって、そうですね。鮭くまちゃん、ありがとうございます。バーって、ありがとう。鮭くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ね、フライパンも私、きれいにしたんだよ。すごい。ラードの油がくっついてるのをね、何もしないでしょ、来て。ね、ね、そうだよね。ワンちゃん、しいたけ、おいしかったって、うまいよ。タヌキの葉っぱさん、って、こちらね、さくらちゃん、閲覧の皆さん、ナイス、よろしくお願いしますって、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。うん、ビル・ゲイツ。ね。うん、何これ、うん。ナイスはおしません。出たーいって、うん。消すか、この人、うん。消しましょう。ね。うん、あらーってね。うん、何か僕に元気をくださいって。切実に本当に息子どこ行ったのって。うん、自分の部屋逃げましたよ。うん、初コメって。ありがとうね。初コメさん、ありがとうございます。よろしかったら、ナイス。よろしくお願いいたしますね。うん、ありがとう。誰ですか、これ。おじさん？え？あれ？おじさんじゃねえな。僕に夢をください。なんか、失ったのかね。寂しそうね。なんか、うん、寂しそうよ。うん、携帯1高くないって。高いよね。うん、ちょっとね、うん。首が疲れるね、ねねちゃんね。サイコロさん、ご飯食べたって。ご飯食わないわよ。425さん、ヘロリンさんってね。こんばんじゃけんって。ありがとう。あ、ヘロリンちゃん変わったね、サムネね。うん、
ありがとう、うん、そうね、ありがとう、よしさ、若そうだよ、うん、誰が若いん、うん、キン、うん、ケンタ、うん、ケンタクちゃん、なんか失ったのかねって思う言い方だって、そうね、さくらちゃん、僕に元気をね、様、初コメありがとうございます、元気出してね、ね、ありがとうございます、パンパンちゃん、また大きい皿なんだって、そうなのよ、いつもそうでしょ、洗うのよじゃないんだこれね、うん、そうよ、うん、前田かりさん、決めないうち冷めないうちに食べちゃいましょうって、ありがとうございます、ありがとう、投資家王様食べてって、ありがとうございます、ありがとう、ゆうきちゃん、洗うのが大事だってね、そうよね、疲れるよね、手が震えるんだよ、大事で、うん、ね、しょっぺ、このシーンしょっぱい、うん、すごいしょっぱいね、しょっぱいよね、うん、やだね、あ、容易じゃないことちっともしないね、この人はね、うん、本当だよね、本当だよ、嘘じゃないよ、うん、スイーツ姫様、栄養をつけてください、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、はあ、なんかくたびれたよね、だってさ、ラードって良いじゃないよ、うん、ハフライパンすごかったよ、うん、みんな拭いてさ、ラード拭き取ってね、ここにビニール入れたけどね、ほんと良いじゃないよ、こっちのフライパンはいいのよね、明日は持ち上げるからね、こっちは持ち上げるでしょ、リンゴをいつも味濃くするねってね、そうね、ねねちゃんね、カツヤンさん頑張ってって、ありがとう、初コメさんありがとうございます、こちらカツヤンさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、達也さんブロックって、前田かりさん、胡椒をかけすぎたんだね、あ、胡椒やった、うん、あ、あの塩コショウやったんだ、どうもしょっぱい、足がね、足の方が、うんうん、このね、肉は大丈夫、こっちのね、うん、身は大丈夫だけど足がしょっぱいね、うん、ね、うん、これなんだこれ、消すか、慎吾のさんもね、消すよこんな、ね、こんなのいらねえべ、こんなんいらねえよあんたね、必要ねえべ、まあ、ほんとだよ、マケリンちゃん、塩分取りすぎるとね、そうだね、むくんじゃうよね、そうでしょね、あ、ヘロリンちゃんありがとう、わしだったらしいたけ焼いてポン酢で食べたい、そうね、ポン酢いいね、そうね、確かに、うん、ほんとね、すっごいね、これね、七日のふわっちくん、信号、女装、スカート、スカーター、アホンダラって、アホンダラだよね、バカじゃねえな、いい年こいてさ、ありがとう、ふわっちくん、ありがとうございます、ふわっちくんのアイテム、ありがとう、ありがとう、まーちゃん、信号、いらないって、ぽいだよね、うん、そう。アイリス大山さん、アンチは無視しよう、ブロックするから調子に乗ってどんどん増えるよ、そうなの、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、恐ろしいね、うん、ね、うん、クソガキも逃げたよね、ろくな仕事もしてねえで今日、何知ったあれな、ガソリン使ってな、うん、うん、自分で風呂へ減ってな、38歳でな、石油代が払えねえよと野郎だよ、バカじゃない、
最低だよ、うん、ありがとう、うん、あ、私嫌いだからああいう子は、うんね、もっとしっかりするよ38だったら、うん、ねえ、ほいでこっち来てるでしょ、こっち来ててさ、自分の部屋こうこうとね電気つけてさ、あれだね、自分の部屋ねこうこうと電気つけて暖房入れっぱなし、節約ちっともしないね、ねえねちゃん信号食べなかったから外食してきたのかな、そうですよ、外食してきたんだよ自分はね、あそこ行ったんだよ、あのね、なんだっけ、あ、なんだっけ、山田電機、山田電機、山田電機ね、私さ、あの、なんだっけ、葬式のお返しにね、もらったんだよ、カード、5000円、うん、それあげたのよ、私が、うん、あの、5000円ね、使い道がないから、私は、うん、それ5000円で何買ってきた、何買った、おねしゃすさん、ラーメンだ、そうなん、ふわふわちゃん、山田電機、そうです、あ、さわやかちゃん、山岡や、いや、あのうてーって、うん、山田電機行ったのよ、うん、5000円のね、うん、商品券もあったのよ、私も使い道ないからさ、ベイシアか山田電機書いてあった、うん、それはダメだねって、いや電気つけっぱれだって、そうでしょ、こっち来てる時は電気消すよね普通ね、石油も消す、石油じゃない、あの暖房も消すよね、もうそういう感覚ないんだね、だから自分で支払いしないから分かんないんじゃないね、ダメだよね、ゆうきちゃん洗濯したってしない、明日言うんだって、うん、あ、前田かりさん見えなくなっちゃう、ごめん、あんた代わりね、しばちゃんって、ねねちゃん電気代もったいない、本当だよね、普通考えるよね、うん、